スにやってまいりました。今回は今回は髪の毛をねやっていただいた高橋さんのところで、すげえおすすめのシャンプーたちがあるみたいなので、はい、だいぶ髪がねやられてるんで、やばい髪ここら辺だ、この辺だと思うんですけどね。髪すごいですね。髪すごいことになりましたよね。もう完全に。だいぶ爆発しますね。やばいですよね。これ何もつけてないですか？何もつけてないですね。めっちゃかっこいいですね。いい感じ。年末に向けて、今試合が多分あるんで。これがロンドンシャンプーですね。めっちゃいいんですか、これ。そうなんですよ。これ、黒いやつなんですけど、これがヘマチンっていう成分なんですね。すごい髪の毛に大切な成分で、めっちゃしっとりしてくれるんですよ。トリートメント成分なんで、これ自体が。めっちゃいいんで。トリートメント成分？そうです。トリートメント成分がもうシャンプーにほぼ入ってます。これ使ってます。ロンドオイル、はい、乾かしていきます。ドライヤー前につけるんです、ね、ドライヤー前につけます。マジ映ってる向こうの鏡でじゃあ乾かします。はい、お願いします。まず先にオイルをつけていきます、はい、あ、またオイルつける。はい、違うオイル。今回これは、次はスタイリングオイルですね。へぇ、腰のオイルというより結構スタイリングの、スタイリング力がある。え、スタイリングオイル。はい、スタイリング力がある。スタイリングオイルがある。そうそうなんですよ。腰周辺、まあ腰周もしてくれるんですけど、結構キープ力が強いですよね。へぇ、あ、これでじゃあもうワックスっていうかスタイリングしちゃうってことですか。これもありです。この後ワックスつけてもいいですか。僕とかだったらこれだけです。これつけてスプレーシューってやってるだけなんで、そうなんですよ。すげえ。でもパーマかけてる人とかだったらおすすめですね。ワックス嫌いな人とか、スタイリングオイル。すごいキープあるんですね、オイルで。そうなんですよ。結構すごい固まるとかではないんですけど、その潤い感をキープしてくれたりとか。タオルもあって。おお。オイルに。すみません。パーマの人にはおすすめですね。ワックスは何ですか。今回はニゼルでいきます。ニゼルのハードワックスで。ハードワックス。セットしていきます。かわいい。かわいいですね。かわいい。ありがとうございます。めっちゃいい感じですね。こういった感じで。わあ、すごい。ありがとうございます。全然でも違うっすね。髪のあれが、潤いも違うし。そうですね。立ってなった時よりもウェーブ感が強くなったかなと、ね、強くなってるし思います。匂いもいい。ありがとうございます。すごい、量り売りをやってるそうです、はい、あれ、これか、量り売り、シャンプーの量り売りです。量り売りしてみます。ぜひ脱プラで。脱プラって、あのペットボトルとかはやっぱそのエコじゃないっていうことで、それをちょっとでも脱プラでエコに貢献をしていこうっていうことで、4リットル入れたら1リットルを、はい、自動施設にプレゼントする。すごい、素晴らしい、企画もやってますので。素晴らしいです。ぜひ皆さん、はい、よろしくお願いします。きます。4リットルきます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。